Hey guys! This is Katsuya Kitamura! Let's go! Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. よろしくお願いします。はい、さんお願いします。お願いします。今日はどこ行くんですか？今日は久しぶりにちょっとラウンドワン行って、はい、おー、いいですね。結構ボーリング、はい、大学時代ハマって久しぶりにやりたいなと思って、はいはい、ちょっとハディさんと勝負しようかなと思って。いいですね。上手なんですか、ボーリング？ボーリングアベレージ、まあ、130ぐらいです。よくて微妙ですね、なんか微妙、全然微妙っす。なんか他にもゲームできたらいいですね。ラウンドワンってゲーセンもついてますもんね、おそらく。確かパンチングマシンとかやってほしいです。ああ懐かしい。マシンを壊す壊してもらう。壊すね、イメージだとそんなイメージあるかもしれないけど、でも結構フィットネスやってる人もパンチングマシンやってますよね。上げてますね。ジンさんとかやってますもんね。見ました。結構しかもハイスコア出してるから。そうですね、本当のパンチのアベレージが出るなら結構やりたいですね。今どれぐらいパンチ力あるのかなと。そうですよね、測りたいです。中肉中背の方でも、はい、ハイスコア出す人いるじゃないですか。いますね。アベレージを測りたいなと思ってます。はい、ですね。あ、ちょっと撮ってらっしゃる。遅いかな。まっすぐで、まっすぐじゃないですか。まっすぐ行きます。はい。あ、こっち左。あ、まっすぐですね。まっすぐ、はい、よし。そっか、パンチ越しに懐かしいね。やばい、下手よ。なんか後ろの黒塗りのレクサスちょっと怖いんですけど。なんか近いっすね。これ曲がっちゃいます。曲がっちゃいます。曲がりそう。曲がってこっち来たらなんかよう分かんのかな。ついてきてますよ。え、マジっすか。はい。しかもかなり近い。北村さんが乗ってるって知らないから。そういうこと。はい、そういうこと。こんなにでかい人中に乗ってるとは思わないっす。K の、車に。はい、さすがに北村さんで。しかも一時停止なのにパッシング鳴らされて、これでついてきたら確定ですね。確定ですね。あ、来るな。来てる。なんだろう。なんかしました。しかも、え、あ、なんかしかも ライト今つけられてる。なんかパッシングちょっと止めて、食らってますね。あの辺で止めます。ちょっとさすがに喧嘩はやめてくださいよ。ああ、喧嘩したいです。ちょっと話だけ聞きに行きます。ちょっと行きましょうか。よし、行っちゃった。行っちゃいますね。に、はい。しかも逃げ足早っ。シュイーンって言ったんですよ。あれ、法定速度守ってないですよ。びっくりしましたね。北村さん煽る人がいるんですよ。煽…確かに、車の中じゃ分かんないですもんね。ちょっと威圧感、そう。確かにタンクトップだし、威圧感あったのかな。いや、北村さんできてびっくりしますよ、絶対。マジっすか、はい、すっげえ逃げ足早かったんですけど。シュイーンって言って、腹立つわ。ちょっとね、まあまあ喧嘩は したくないですけど。出てきてほしかったですね。出てきてほしかったですね。手を取り直して頑張ってます。行きますね、はい、まあ、一回戻りましょうか、はい、OK です。ラウンドワンに行こうとしたら、はい、煽られちゃって、なんかそうっすね。あれっすね、完全に煽られましたね。煽られてましたね。まあ、でも煽られてもあんま勝手になっていかない方がいいと思う。確かにちょっと危ない目に。はい、ね、あの一般の方は行かない方がいいと思う。あの いいことないと思うんで。そうですよね。普通にあおり運転はやめた方がいいですし、やられても反発しないようにやった方が絶対いいと思います。そうですね。あ、思わず出ちゃいましたけど。冷静にね、コンビニとか止めて。ああ、そうです。警察に通報してもらえれば。絶対そっちの方がいいです。あの、そうです。コンビニの広場行ってずっと煽られてる。さっきの勢いだったら、あのコンビニまで来る勢いだったんで、はい、どっかの駐車場に止めて、最悪まあ110番して、はい、警察の方に、アイリン運転は犯罪なんで、はい、ノー煽り運転ってことで、はい、まあちょっと切り替えて
機械でちょっと移動します。はい。